じゃあブルコスレスやっていこうか。バイオブレッジ。前回はね、もうちょっとね、本当に、城が透けることのハンデがこんなにも大きいものなのかっていうことをちょっと痛感しながらね、もう痛感というか、まあ痛恨というか、もう恐ろしいまでにネタ、しんどい思いをしながらクリアしていったんですけれども、いやー、ほんとやばかったね。奥様の口に浴室に、あ、そっか、浴室戻し、浴室行って、あれだね、ちょっとでもお金稼ぎに行かないといけないね。どっかで、あ、どっかで落ちた。オッケー。あ、結晶のかけらこれだ。よし。で、まぁ、ちょっとね、いろいろとね、見ては見たもののね、残念ながらね、JJF で調べる。残念ながら、ちょっとね、まだ治ってないのよ。治ってないから、ちょっとそろそろ治さなきゃいけないなと思って、これが続くってなったら、今度ね、ベビーのところとかえぐいことになるだろうし、ベビーだけじゃなくて、あと、モローのところもえぐいことになるかなというふうに思うんで、ちょっとなんとかしなきゃいけないところなんで、まあ、これはこれでハンデがあるから面白いじゃんとかって思うけど、それでグダったらグダったでも仕方ないんでね、ベイラ、ダニエル、カサンドラだったね、もう未だに誰が誰か覚えてない。金髪、茶髪、黒髪くらいしか覚えてないんだよね。そう、っていうようなこともあるんで、ちょっとね、これは面白いけど、これをこのまま続けるのがどうかっていうね、ちょっと、のもあるんで、お金なし？え？もんなし？なんだよ、草の役にも立たないじゃねえか。いるんだよね。おい、起きなくていいよ。おやすみ。そうなんだよね。ほら、ちょっとでもこうやってやっぱスケルトンになるとね、もっと、で、皆さんの視覚的にもよろしくない気がする。うん、本当に。まあ、見てる分にはね、こいつ、なんか、ブルホスクリーンやら、キャッター面白いってなるかもしんないけどね。なんでほんとこうなっちまっただかね。これ一回、動作切って、もう一回見てみたりとかもしてんだけど、残念ながらね、なかなか、なんだよな。ね、10度以下では固まっちゃうみたいなことが書かれてるのに、じゃあなんで10度以下のところでそういう虫をやったのかっていうのがあるよね。さて、これはドーソーソーシーラーラーレードーレーミーミー、この曲なんだっけな、忘れたな。僕はせいぜい、トロコ行進曲とか、なんだっけ、トロコ行進曲とか、月光とか、その程度のものしか弾けないようなレベルのピアニストだったんでね。小6でやめちゃったからね、ピアノもね。小6？中1か。まあ、実質小6でやめたようなもんだな。中1はもう部活で、もうピアノのレッスンのある日くらいしかピアノ弾いてないくらいだったからね。さて、じゃあこれで戻ろうとすると、変態白デカパイ女がね、来るんだよね。ほら、来た。貴様、汚らわしいよそ者の分際で。進めないんだけど。危ない。ふっ。ちょっと待って。今、この扉の向こうでさ、フフフ言うてるんやけど。やっと私に会いに来たのね。みんな、そうなんだよ。みんなあなたに夢中になるんだよ。いや、私まだ。でもね、あなたみたいなメンヘラと私ちょっと付き合うのはきついんでやめときますわ。ちゃんと行けた？虫はうんざりだ。なかなかなテクでしょ。はい、ありがとう。なかなかのテクをね、私だって持ってるんで、そりゃあだって、ずいぶんと。なんで？ねえねえ、今どんな気持ち？で、ここでアイテムを手に入れていきたいんだけど、アイテムあるかな？あれ、こんなギリギリのところに囲まれてる部屋なの？こんなとこ、立てらんないんじゃね？むず。よう、すごいね、立てたね。おめでとう。あれ、ちょっと待って。アイテムなかったっけ？あった。ハンドガン、ちょっとでも売れる代物をやっとかないとね、貧乏症の人ないか。あった、開けれる。ハンドガン。で、こっち進んでいくと、あ、本当によくわかんないよね、これ。あおら、わおわお。あれ、今何撃った？だよね。ショットガン撃ってたよね。これって、いない？
閉めといて、で、換気の紙。これで紙二つ目か。あー、これむずくない？これ、果たして合ってんのか、打つところが。とりあえず。ちょっと待ってね。これで2つでしょ？で、3つ目があっちにあるんだけど、これ、あ、いけてるね。この部屋で5つの鐘を鳴らせ。この鐘を鳴らすのはあなた。あれ？無理。しまった。OK。これで4つ目、これ上がったと思ったけど、上がれてなかったんだね。で、最後、部屋じゃねえんだよな、ここもはやね。4つは鳴らしたけど、1個ちげえんだよな。あ、で、これで確か、スケスケなんだよな。あれ、ちょっと。ん？ちょ、戻ってきちゃったな。これなんかどっか行けるんじゃなかったっけ？行けるはずだよね。ああ、足りなかっただけか。ああ、なるほどね。ここに戻ってくんのか。どうしよっかな。まあいいか。このままここ進んでいくか。まだ3体目は倒してないんだけど、とりあえず、まあ、順番としてはこっちじゃないけど、ああ、そっか、だからか。ミスったな。こっちじゃなくて、先に、もう一人の娘を縛いてからってだからね。振り返っても特にないもんね。じゃあこっち進んでいって。ん？宝の地図。で、あそこで寝てるやつがいるから、ちょっとそれはよくないと、叩き起こしておいて。はい、OK。で、こっち進むでいいのかな？ここはライフルがあれだもんね。シバナの探検なるものが城にある。うん。実に興味深い。ん？こっちか。で、1万レイゲッツ。で、ここにアイテムは特になさげだね。これ出ていったっけ。おらら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 らあそこに登るあれはないのかな？なんかすごいプル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 してるけどね。こんな暗かったっけ？落ちます。え？うぎゃー言うてるけど大丈夫？よし、じゃあ行くか。そうなんだよな。うわ、またここもスケスケじゃん。大丈夫か？おい、下から登ってきてるよ、おい。すごいかっこいいな。大丈夫？溶けた？オッケー。で、意外とね、こいつがね、持ってんだよ、お金を。よしよしよし。なんかごめんなさい、もしかしたら皆さんの方で、なんかカチャ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 、マウスを動かす音が聞こえるかもしれないけど、それは俺はご愛嬌ということで。やっぱあれと比べると、どこ行った？どこ行った？どっかで飛んでる音が聞こえるんだけどな。ヒャ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 言うてるけど。爆風が引く。あれ？おう。爆風がしょぼいんだよな、これだとな。爆風はしょぼいけど、威力、あ、なんかすごいガンパウダーが取れた。すごいよな、ほんとに。こんなどん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 スケルトンなお城っていうね。こっちで合ってんのかな？あ、合った。よし。これまだ出てくんのかな、敵。これちなみに、あ、まだなんかあるね。あ、そりゃそうか。あれ拾ってないやつあるもんな。持ち構え方ってどうなっとるんだろう。ショット、まあ、スナイパー、特にいらない。で、これ敵出てこない。あ、
なるほど、ね、ここでこいつを手に入れて他でも使ってたってことだね。ちゃっかり持ってくんだよね、イーサンってね。泥棒なんだよな、ちゃんとな。ふんぬふんぬあれ合ってるっけ、こっちで。よし、オッケー。じゃあ、こっちをカチャッと。じゃあ、降りていきます。うわー、さて3つ目の仮面も手に入れたんで、一旦じゃあこの辺りで時間的にいい感じかな。合ってるっけ、こっちで。で、ここで下へ参ります。ジーンってな、こういうエレベーター見るとヨーロッパのいい具合のホテルを思い出す。行ったことないけど、そんなホテル。あれ、ここであれ出てこなかったっけ。あ、よし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 、よし。でここ降りてったら確か出てくるはずなんだよね。ですよねー。危ない危ない危ない。知ってる知ってるんだけど、これは合ってた。で、換気で、一旦、あ、たまらない。あ、撃ってた。痛い、危ない。これ楽しくてたまらないわ。私も楽しくてたまらないわ。ちょっと待って、危ない危ない。これはご無事でない。全然無事じゃねえよ。見ろよ、この格好。もう切り刻まれてるんだよ。後ろで、多分今ドミトレスクが爪を構えて、あ、でも今これ攻撃しちゃいけないからな、つって待ってくれてる状態だと思うんだよな。開けましょう。何か必要なのありますか？あらあらあら、回復薬ちょうだい。回復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 。ああ、いい。おお、後ろでめっちゃ叫んでる。でも4万しかないんだよな。4万しかない。全ては投資の一環です。ですよね、もう分かってんだよね。あ、もう実は人からげにはなりますよね。この売却システムが未だになれないんだよな。普通にあってん、いや、いいことなんだけどさ。で、半玉いらないからこれを、あ、なるほど、こうしなきゃいけないのか。よし。で、ショット弾とかスナイパーはまあまだいるからあれだよね。で、地雷がなぜか2と3に分かれているっていうちょっと謎の状況なんだけど、まあ、いっか。お、8万までいった。では買い取りましょう。ありがとうございます。どうしよっかな。相談数を取るか、こっちのステークじゃなくて、ウルフスベインでもなくて、相談装着すると威力と連射速度が上がる射撃時、でこ、あ、しまった、これ14万か。じゃあ次回だな。いいんだよな、目の前に。お尻打ってやる。うさゆうじさん。これって使うと、あ、完全に回復するんだ。ようこそ。ピクピク、ピクピクする。知ってる。よくも私のドレスを汚したわね。てか思ったんだけどさ、これさ、そのまま動くな。おお、届くのかよ、この中にまで。この中に入ってきちゃダメっすよ。あのさ、一個思ったんだけど、ドレスは破れろよって思うんだよね。ドレスは破れなきゃいけないっしょ。ふざけてるつもり。だってあなたはさ、無敵じゃん。だけどドレスと帽子は無敵じゃないでしょ。甘いわね。ということで、まあこんなところでダラ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 やってても仕方がないんでね、首がなくなったドミトリスクを見ながらね、この辺りのパートを終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、ぜひね、次回再パートでお会いできたらと思います。今度こそ、ということでお疲れさんでした。バイバイ。